どうも、ミスターZです。はい、まあ、僕が最初に出たこれね、妖怪ウォッチ大百科。はい、こちらも、盗んできました。いや、そんなわけないでしょ。そんなわけないから。これ、そっちの廊下にあったやつですね。今ちょっと、ここのホテルの方にたまに来てるんですけど、まあ、ここどこかというと、熊本県です。で、まあ、これ読みながらですけど、すいませんね、最後まで読めてないんで。これじゃ話ではない。ここ、熊本県のホテルで、さっき温泉上がってきたんですよ。で、昼間には、宮崎県の方で、お蕎麦食ったり、流しそうめん食ったりしてました。で、そこで、これからの流れを説明したいと思います。まず、明日は、広島の方に向かいたいと思います。ちょっとね、カットしながら行くんですけど、1個の動画にしたいと思います。その3日間を。この3日間を3つ、3つだ。1個の動画にしたいと思います。カットしてですけどね。明日は、広島観光ですね。で、その次の日が、原爆ドームの方にちょっと踏み込みたいと思います。楽しみです。明後日やけどね。字幕とかで次の日って感じで、ありますけど、ここのね、ホテルで結構ちょっと、なんか地味ですよ。ちょっと、ホテルに来たら、やることといったら、これでしょう。はい。僕が、ホテルに来たら、絶対に、僕がやることといったら、これです。よっしゃ、ベッドに今から飛び込みます。よっしゃ、わっ、やばい、めっちゃふかふかやん。なんかふかふかすぎてもめっちゃ快適。なんかこれはもう、よく眠れそうだ。これはもうよく眠れそうだ。すげえ、なんかめっちゃ開放感があるわ。車乗ってた時から全然違う。あ、おはようございます。よし。今日はちょっとしたっていうか、広島観光ですね。楽しみにしておいてください。今からちょっとカットして、広島観光のとこで撮影します。あ、そうそう、忘れてました。広島観光もそうなんですけど、その前に、こちら。熊本にある山の景色ちょっとご覧ください。どうぞ。めっちゃ綺麗じゃないですか、これ。めっちゃ綺麗。やばい。めっちゃもう、黄緑だらけ。すげえ、これはもう絶景よ。これ多分肉眼で見た方が多分綺麗ですよ。で、景色とか、ちょっとアップにしたらちょっと見えにくいか。ああ、見えにくいね、ちょっと。おお、すごいね。すごい、これはすごい。おお。はい。招き猫、動いてますね、手が動いてます。おお。おお、すごい。めっちゃ動いてる。これどうやって動いてるんやろね、これ。中に機械入ってんから。おお。わお。すごっ。これ、熊本で有名な、熊の、妖怪ウォッチマンの似たようなのおるけど、ケンマモンっていう、似たようなやつおるけど。クマモン
おー、クマモンが万歳してる。おお。お、クマせんべい。じゃあ次のカット参ります。うわ、すっげー絶景、やばい、めっちゃ絶景、やっぱ絶景すぎる。これちょっとやばくない？マジでやばいねんけど。うわ、すげー。はい、ランチタイムです。ほら見てください、この赤牛。めっちゃうまそうじゃないですか、これ。やばい。すげえ。じゃあちょっといただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。やばい。やば。あ、熊本楽しかった。もうなんか今広島のホテルにいるんですけど、さっき晩ご飯で広島焼き食ってきて、あれもめっちゃ美味しかった。うん。広島名物ってもう感じがしましたもん。でも明日はもう原爆ドームの観光に行くんですけど、まあちょっとね、まあ暑いかもしれませんけど頑張ります。で、まあいろいろ熊本の方でも山登ったりしましたね。はい、じゃあ次のカットどうぞ。はい、今原爆ドームの真ん前に来ています。見てください、これもうやばいっしょ。これがもう僕は原爆ドームは生で見るの初めてなんですよ。広島くんのも初めてだから、ちょっと結構ね、まあ神秘的かなと思います。でも原爆ドームの中はちょっと入れないですよね。では入れるとか言ってちょっとすいません。はい、これマジでもうこれ、この爆心地でも、ここ爆心地なんですよね。で、この爆心地にあるこのドームのこの建物全体っていうか建物の中心部分が生き残るって、ちょっとやばくないですかこれ。ちょっと普通ぶっ壊れるのに、この原爆ドームどんだけ頑丈なんやって話ですね。もうやばいっすよこれ。もうこれはちょっといい動画になりそうだと思います。じゃ次の方どうぞ。まだ来るの？